写真拡大。オープン戦、楽天後の 2DeNA14 日、草薙総合運動場野球場。開幕投手が決定している楽天、岸孝之投手34が、7回5安打2失点と安定した投球を見せた。初回一死から連打で1、2塁の危機を招くが、ロペス、宮崎を打ち取って無失点。5点リードの6回には3連打で2点を失うが、続く7回には先頭、大和を直球で空振り三振に切って取るなど、試合の中での久しぶりの6イニング目だったが、ずるずるとあれ以上失点をしなかったのは良かったと期し、開幕へ向けて何も痛いところはないし、風邪もひいていない。このままいければと思うと話した。